欅坂46による東京ドームワンマンライブが9月18日、19日の2日間にわたって開催された。このワンマンライブは全国4都市で開催された夏の全国アリーナツアー2019前公演完売を受けて追加公演として行われたもの。デビュー4年目で挑んだ大舞台で彼女たちはドームならではの仕掛けやこれまでの集大成ともいえる熱のこもったパフォーマンスで集まった10万人の観客を楽しませた。使われなくなったジェットコースターの破片やいくつもの車が無造作に積まれたメインステージに最初に登場したのは、怪我のためツアーへの参加は一部楽曲のみとなっていた平手友梨奈。歓声が広がると同時に彼女が歩き出すと道端の電飾に明かりがつき始める。一挙一動を見逃すまいと観客が見守る中、平手はステージ上段に置かれたピアノの前へ。彼女が一音を鳴らしたのを合図にオーバーチュアがドームいっぱいに鳴り響き、5万人の大合唱とともにライブの幕が上がった。真っ赤な衣装に身を包んだメンバーがステージ上段にゆっくりとせり上がってくると、1曲目ガラスを割れガスタート、炎が吹き上がる中、グループ屈指のロックチューンで序盤から場内の熱気を急上昇させる。気迫のこもったダンストラックを挟みレーザービームが飛び交うオールなら未来をクールに披露した後は、スクリーンに表示される様々な交通標識とシンクロしたダンストラップのパフォーマンスで観客を引きつけていく。朝目覚めてから学校や会社行き帰宅するまでのありふれた日常のルーティンをダンスで描き出していた彼女たちだが、時計の針が24時を指すとメインステージから伸びる花道へと一切に駆け出した。そのまま10時に広がった花道でストリートダンとダンスを歌い出すと、場内に怪しげなムードが満ちていく。スクリーンには平手が手にしたスマートフォン越しに見えるステージや客席の様子がリアルタイムで映し出され、花道の中心に設置されたセンターステージではメンバーを包囲するように噴水が高く上がり、楽曲の世界を彩った。続くダンストラックでは平手がソロで登場し、ピアノの上で軽やかに跳ねたり寝そべったりと繊細な表現を紡いでいく。鍵盤を踏みつける強烈なラストからエキセントリックにつなげると、メンバーは曲中にメインステージからセンターステージへと一瞬で移動するパフォーマンスで観客を驚かせた。 MC ではキャプテンの菅井友香がついにツアーも千秋楽、欅坂46が東京ドームにやってまいりました、本当にありがとうございます、こうして皆さんの姿を見させていただくとこれだけの人がライブを見たいと知ってくれてるんだなと今実感して本当にありがとうございますと、ドーム公演開催の喜びとファンへの感謝を述べた。続いて佐藤詩織は、昨日待ちに待った東京ドームに立って改めて実感しています、お見立て会から始まってこうしていると感慨深くて恵まれているなと感じました。副キャプテンの森谷茜は、本当にこうした場所に立てるなんて感無量ですし、ガラスを割れの時の目の前が真っ赤な感じを見て初めて実感が湧いてきて本当にありがたいですと、それぞれの思いを述べた。2期生のメンバーも、田村保つのは全部出し切るので見てくださると嬉しいです。森田光は、欅坂46のメンバーとなって1年経って東京ドームでライブができるなんてすごいこと、一生忘れられないことだと思うので、皆さんと思い出を作って楽しめたらと思ってます。山崎隆は、再魔城を見てからこうなりたいと思ったけど今は入った後の方が欅が好きです。松田里奈は、たくさんいろんなことを経験させてもらってます、応援してくださる皆さん、1期生スタッフさんのおかげですけど、まだまだ未熟なので皆さんのお力を借りるかと思いますが、よろしくお願いしますと、それぞれの思いや意気込みを語った。疾走感たっぷりの爽やかなナンバー、世界には愛しかないでは歌詞にも登場する歩道橋のセットが舞台に現れる。白を基調とした楽曲のオリジナル衣装に身を包んだ彼女たちは、
ミュージックビデオで披露した傘を使ったダンスを再現してファンを喜ばせた。ユニット曲青空が違うでは、菅井と渡辺梨花、守屋茜、渡辺梨沙がそれぞれ気球に乗り込み観客の近くへ。これを煽ったり手を振りながらスタンドを一周した彼女たちはありがとうと笑顔を引けさせた。続くバレエと少年では学業のため休業し、7月にグループに復帰したばかりの原田葵を中心にファンタジックなステージングで観客を魅了。スクリーンにいっぱいに青空が映し出された制服と太陽では、スカートをはためかせて穏やかな歌声を届けた。イントロから会場が色めき立ったのは二人セゾン。微笑みながら花道を颯爽と歩く彼女たちに大きな歓声が上がり、平手のしなやかなソロダンスに会場中が沸いた。噴水に包まれた幻想的なセンターステージでは、君がいないが切なく歌い上げられ、ファンは欅坂の多彩な表現を楽しんだ。水滴の落ちる音とともにメインステージのスクリーンには巨大な森が浮かび上がった。メンバーがおもむろに舞台上に座り込むと、もう森へ帰ろうかが流れ始める。スモークがたかれる中、無機質な表情で一糸乱れぬダンスを繰り広げる彼女たち。客席のコールは自然と止まり、会場中が楽曲の世界に没頭するかのようにシリアスなムードに包まれた。僕たちの戦争で再び観客のテンションをぐっと高めると、結局じゃあねしか言えないでは自転車に乗ってアリーナの客席間を疾走し、暖かな空気を生乱した。 MC コーナーでは再び2期生が登場。竹本結衣が自分たちにとって欅坂46はどういう存在かと投げかけ、関由美氏は欅の儚さがすごい好きで、強い曲ももちろん背中を押してくれる曲もあるなって思います。二人セゾンが一番好きです。続いて松平梨子は、今回のツアーでエキセントリックに出させてもらって、変わり者でもと前向きな言葉があって、その言葉に勇気をもらったり、もどきつけ蹴られたりしてます。井上里奈はメッセージ性が強くて支えてくれる。パフォーマンスも組み合わさって大好き気なグループです。最後に竹本は、世界には愛しかないが好きになったきっかけの曲です。すごい前向きになれて、聞きながら背中を押されて毎日学校に行ってましたと、それぞれ欅坂46愛を語り、最後に加入して1年が経った心境を、竹本はこの1年だけでも少しは成長できたかなと思います。何より皆さん、スタッフの方、1期生の方が支えてくれました。2期生は前まではすぐ不安になって泣きいたりもしていたけど、ネガティブなことだけじゃなくて前向きな気持ちで活動できています。チーム欅坂の力になれるようにこれからも頑張っていきます、よろしくお願いしますと意気込んだ。スクラップ工場の様々な破片が落ちていく映像がスクリーンに映し出されると、ライブも後半戦へ。緑色の照明が場内を照らし、重厚感のある新制服に着替えたメンバーはデビュー曲サイレントマジョリティを披露する。5万人のファンを前に力強く前を見据えて踊る彼女たちに、客席から盛大なコールが送られた。直後ステージが暗転すると、落雷の音とともに平井バリのパフォーマンスへ。さらに早着替えからアンビバレントを畳みかけると、バルーンが客席を飛び交う中、コール&レスポンスで会場を一つにまとめ上げていく。その後も間髪入れずに風に吹かれてもお披露し、ラストスパートをかけていくメンバー。アッパーな平地ユーン、危なっかしい計画では小林優衣がもっと声出せるだろ、私たちも全力で楽しむからお前らもついてこいよと不敵な笑顔を見せ、それに応えるように観客がドームを揺らした。本編最後に届けられたのは、太陽は見上げる人を選ばない。巨大なミラーボールが場内に光の粒を降らせる中、盛大なシンガロングが響き渡った。絵画欅坂46で本当に良かったと思えてます。
また全員でここに戻ってきたいと思います。私たちに期待していてくださいと真摯に思いを伝え、メンバーはステージを後にした。アンコールを極めて鳴りやまない欅坂46コールを遮るように突如として流れ出したのは、ピアノの旋律が印象的な不協和音のイントロだ。長らくライブで披露されてこなかった楽曲だけに、ドームはどよめき、混じりの歓声でいっぱいに。青を基調とした楽曲のオリジナル衣装を着たメンバーが登場すると、盛り上がりは最高潮に達した。熱狂の渦となった客席に鋭い視線を投げかけながら、メンバーは迫力に満ちたパフォーマンスを披露。ファンを歓喜させた。さらに最終日には、ダブルアンコールでセンターステージに登場した平手が、ソロ曲、角を曲がるを歌唱。5万人の視線を一身に受けながら、石井ダンスを披露し、最後は一礼でライブを締めくくった。すべてのアクトが終わり、欅坂46のロゴがスクリーンに大きく映し出されると、観客箱の火の熱演をたたえるように盛大な拍手をステージに送った。2日間にわたる東京ドーム公演を大成功のうちに終えた欅坂46。本当には、初の選抜制度によるナインスシングル、タイトル未定の発売を控えている。